おはようございます。おはようございます。ヘルチャンネルの時間でございますよ。さあ今日はですね、何をやってるのかって言ったらですね、ハンターカブ CD125 に乗りまして、ちょっとね雨もですね止んだというわけでございますので、コンビニに行ってタバコとですね麦茶を買いに行こうかなみたいなですね、そういう動画も撮るんですけど、撮るのよそういう動画も。プラスですね、ピエール産業の制服が完成しましたので、そのピエール産業制服を皆さんにですねご披露目するのに、立ち動画を撮りに山に行く様子をお届けいたしますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。そんなわけでございましてですね、いつもと変わらないような動画を繰り広げるというわけなんでございますが、コメントでいただいておりました。最近ヘルさんラツーしおらんじゃんみたいなことをですね書かれていたんですよ。いやそうか、ラツーもやろうかなって思ってたんですけどね、コメントいただいた方、ラツーもしようと思ってたのよ。暑いじゃん蒸し暑いじゃない。おまけに今山の中でラツーしてたらですね、ハエだハエがものすごいですね寄ってくるというわけでございまして、なぜかですね小津さんはですねハエに好かれてしまうというわけでございますので、ちょっとねまあもうちょっと考えてみますそんなわけでございまして、小津さんですね、また今日もですね体に負担がかからないようなですね、そういうことをやっていこうかなっていうふうにですね思っております。ここ最近ですねファーストチャンネル、全然ファーストチャンネル更新してないじゃないですか。しょうがないじゃないしょうがないじゃない、後ろタイヤがもう本当にですね溝もなくなったというわけでございまして、ちょっとね部品待ってるんですよ。でその部品が来てからやろうと思ってるんですけど、この部品がですねなかなか来ないというわけでございます。その部品はですねバイク王国タイからですね届くというわけでございますので、まあ気楽に待っとくよ本当に。でもね本当にそれがそれさえ手に入ったらですね行きますよ本当に。少々の雨だったらですね乗り回してやろうかなみたいなこともですね思っております。そんなこんな言いながらセブンイレブン到着でございます。先ほど見ていただきました通りですね、麦茶に変えました。そうなんだ、なんかブラックコーヒーはですね利尿作用があって全然水分補給にならないというふうにですね、いろいろそれもコメントでいただいておりましたので、麦茶にしたよ本当に。そんなこんな言いながらですね、どん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 撮影スタジオに向けて山の方にですね向いて走ってるんですけど、ちょっと気温が変わってきましたね。ほんのりとですね涼しくなってきたというわけでございます。ほんのりと涼しくなってきたって言ったらですね、小津さんメッシュジャケットが欲しいっていうですね、そういう動画をですね出したじゃないですか。袖口がですねペロンペロンになったですねこいつをのですね代替品として新しいメッシュジャケットが欲しかったんですけど、売れたね売れたね、売れちゃったよ、よかったですね、買っちゃった人いいな羨ましいなみたいなことをですね、小津さんメッシュジャケットが欲しかったんだけどな、ちょっと勇気なかったな今回は。そんなわけでございまして、メッシュジャケットに関しましては今年はですねまたいつもの通りですね水色のこのジャケットをですね着用してですねあっちこっち行ってみたいなっていう風にですね思っております。この水色のジャケットのいいところっていうのはですね、発見されやすいんですよそうなんだ、それも思ってですね小津さん水色のジャケットにしたんですよね。おヘルさんじゃんみたいな感じでですねよく声をかけていただくというわけでございます。水色のジャケットをですねこの色ですよ、この色をですね今年もですね目印に小津さん発見したらですねすぐ声をかけてもらってですね、その時は微糖コーヒーかブラックコーヒーでいいよ、うん、麦茶じゃなくていいですよ、コーヒーをおごってくれたなっていう風にですね切に願っております。言っちゃった今日も。そんなこんな言いながらですねいつものワインディング区間に入ってまいりましたので、ちょっとだけですね小津さんもですね楽しませていただこうかなっていう風にですね思っております。もうやっぱりあったかくなってきてから年長の薄さっていうのはですね感じなくなりました。でもねスクリーンをカメラのアングル調整するときにちょっと上げてみたんですよ、そういう動画もお届けしたというわけなんでございますがやっぱりスクリーンの位置変えたらあまり伸びなくなったなっていうところを感じながら今走っております。自分でさっき言っといてからスクリーンの位置を変えることによって伸びが悪くなったなって言ったじゃないですか。それをマフラーと大容量インジェクターをつけることによってですねまたぐいぐい登っていくようになるんじゃないかなって、そうよそこもですね試してみないといけないんですけど、いやー失速してきましたな、ちょっとですね向かい風が今日強いんですよ。
ああ、てきめんだな。三足でございます。ついでに見てもらおうかな。三足で回してるんですけど102度。このオイルクーラーはですね、よく効いてるなっていうところをですね感じながら、今日も撮影スタジオに到着いたしました。誰もいないね。まあおるわけはないわな。特に何があるというわけではございませんので、よし、対向車来ません。右側左折しまして、今日も元気よくですね、大きな声で誰もいないことを確認しながら、通報されないように撮影に挑みたいと思います。はい、というわけでございまして、撮影現場まで着きましたので、今日はですねこれなんですよ。これよく見える、もうここではアピールしおるというわけなんでございますが、ピエール産業制服がですね完成しましたので、そのお披露目動画をですね撮りにここまで来た様子をお届けいたしました。ミネラル健康麦茶よろしくね。ではでは、おまけコーナー、おまけコーナーでございますよ。さあ、今日のおまけコーナーは何なのかって言ったら、本当におまけコーナーよ。これコメントで寄せてもらったんですけど、今撮影してるじゃないですか。雨がですねちょっと降ってるんですよ。小雨がですね降り始めて、カメラ大丈夫かなみたいなことを思いながら撮影してるんですけど、コメントが入っていました。ヘルさん、ヘルさん、その三脚に傘をつけるアタッチメント、どっかの白馬のなんたらかんたらっていうのがあるよっていう風にですねコメントが入っていたんですよ。ありがとうございました。もうね、欲しいものリストの中に入っとる欲しいものリスト、ね、ちょっと今買えないんだ。でもね、いや、いいもの商品紹介してもらったなっていうわけでございまして、それもですねありがとうございましたというところをお伝えしまして、おまけコーナーでございました。ではでは。